突然ですが、皆さん背伸びって1日何回しますか？もしかしたら朝起きて1回だけだったらもったいないかもしれません。私実は1週間背伸び1日10回続けたんです。そしたらなんとお腹周り測ったら2センチ変わってました。10日で2センチ。しかもですよ、呼吸が深くなって猫背が治って腰痛や肩こりも少し楽になったんです。今回座って背伸びするだけ、それだけで脊柱起立筋が伸ばされることで基礎代謝が上がり、背中の脂肪を燃やす細胞褐色脂肪細胞が活性化されて脂肪燃焼効果が上がるんです。しかもアンチエイジング効果、免疫力や自律神経が正常化される、骨盤が閉じて歪みが整う、ストレス解消ができる、冷え症、便秘、うつの改善に効果的なんです。背伸びするだけでダイエット効果がめちゃくちゃ上がるんです。一緒に座ってやりましょう。目の前にスマホを置いて見ながらやってください。まずは手を組んで上に伸ばします。その時に首が前に出ないようにするために手で頭を挟んでください。まっすぐにするようなイメージです。このまま体を上に引っ張りながらキープです。挟んだままぐーっと上に引っ張ってください。肩が硬い人はね、結構だるくなるんで、たまに休憩しながらやってください。今回はね、半分ストレッチのようなもんですから、リラックスしながらやってください。ぐーっと引っ張りましょう。背筋が伸びますよね。 OK です。今度は前に引っ張りましょう。できるだけ遠くに引っ張ります。ぐーっと引っ張って、これもね、肩だるくなると思うんで休みながらやってください。いろんな方向に引っ張ることで筋肉すごい伸びますからね。背中の筋肉もしっかり伸ばすとね、脂肪燃焼効果アップしますから。目に見えて脂肪は減らないけどね、中身は変わってますからね。 OK。 今度は肩をね、ぐーっと持ち上げたら一気にストーンと押しましょう。一気に上げたら一気に落とします。少しずついろんな方向に背伸びしていきますからね。日頃やらない筋肉の伸ばし方することでリラックス効果が一気に上がりますからね。じゃあもう一回上に伸ばしましょう。頭挟みます。このまま体を前後に動かしてください。頭だけ動かないようにね、挟んだ手で体を動かすイメージ。反るときにね、しっかり伸びると思います。お腹もね、しっかり引っ張ることでスッキリしてきますからね。OK。 このままですね、体を左右に振りましょう。体を左右に振ります。腕がだるくなったらね、下ろして休んでくださいね。上に引っ張りながらね、ねじってるんで、お腹周りが雑巾絞りみたいにね、ぎゅっと絞られますからね。ちょっと肩もね、だるいと思うんで、こういう感じでひねりながら腕を振ってください。腕の力を抜いて自然に腕を振りましょう。手足が冷えやすい人とかもね、ここで振ることでね、血流がすごく良くなりますから、リンパマッサージとかね、こうするよりも意外とこのね、振りながらストレッチとエクササイズになりながら血行が良くなるんでね。
し、オッケー。もう一回上に引っ張りましょう。このまま真横に倒れていきます。横伸ばしていきましょう。しっかりね、これ手で頭挟んどってください。この手をね、挟んでないとね、頭が前に出たり真横が分かんなくなるんでね、とにかく上にタック引っ張ったまま横にひねるだけ。ストレッチとはまた違ったね、効果がこの背伸びにはありますからね。オッケー。今度はね、後ろで手を組みましょう。このまま遠くに伸ばします。このままでキープ。できればね、手の位置は高い方がいいですが、結構背中硬い人多いので斜め下でもいいです。遠くに伸ばすイメージ。あー、このままでキープ。背中にね、痩せる脂肪細胞たくさんありますから、肩甲骨いっぱいをしてください。で今度はね、手を後ろに回しましょう。できるだけ遠くに、まっすぐ、斜めじゃなくてまっすぐ、肩、背中動かしてください。遠くに伸ばして、肩、背中が硬くなるとね、やはりどうしても上半身の動きが悪くなって上半身痩せにくくなりますからね。よっしゃ、 OK。 やってみたよって方はグッドボタンやコメントで教えてください。そしてやった日はコメント残してもらって、体の変化を残してもらうと、たくさんの方がコメントを見てくれて、皆さんが残したコメントに対してすごく喜びの声が届いてきます。コメント欄を皆さんもいっぱい使ってください。現在期間限定で公式 LINE 追加をしてもらうと、たくさんの方が結果を出した1週間お腹痩せメニュー、足痩せメニュー、ダイエットカレンダーに加えて、公式 LINE から無料メルマガ追加をしてもらうと、さらに痩せる食事メニュー、運動メニューを配布しています。残念なことに公式 LINE ではメッセージ数が限られております。実際にたくさんの方にダイエット情報を届けるのは無料メルマガになります。なかなか痩せられない、習慣にならない、そういった方は登録してみてください。そして今後も無料メルマガの方では、21日間エクササイズ習慣化プログラムや2ヶ月短期ダイエット集中コース、そういったものを配布していきますので、楽しみに追加して待ってください。もう1本ぐらい頑張れそうだよっていう人は、おすすめの動画か関連の動画どっちか1本頑張ってみて。登録してない人はチャンネル登録もよろしくお願いします。説明欄には部位別のおすすめコースがたくさん載ってます。自分の好きなのを選んで1週間頑張ってみてください。ご視聴ありがとうございました。